ダイオライト記念は千葉県競馬組合が船橋競馬場で執行する地方競馬の重賞競争である。格付けは JP2E。農林水産大臣より寄贈賞が提供されており、正式名称は農林水産大臣商店ダイオライト記念と表記される。競争名のダイオライトは1935年にイギリスから輸入され、 日本初のボバクラシック三冠馬セントライトなどを排出した主ボバで、千葉県成田市三立課の区内庁、下宇佐五稜牧場につなぎをされたことに由来する。副賞は、農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本馬橋協会連合会長賞令賞、日本地方競馬,馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、また、 生産牧上昇がある。ダイオライトの記念日春のダート町、距離重賞競争として施行される。1956年に、南関東所属の3歳4歳母バによる重賞競争として、創設第1回は、船橋競馬場のダート1800メートルで施行された。距離や競争条件は、幾度かの変遷を経て、施行距離は1976年より、 ダート2400メートル競争条件は1998年より5歳以上に変更され、現在に至る。1996年から中央、地方全国指定交流競争となり、日本中央競馬会及び他地区地方競馬所属場も出走が可能になった。1995年から南関東 G1 に格付けされた後、1998年から、 ダートグレード競争に格付け。格付け表記は日本がパート愛国に昇格した2007年により j p 2ーに変更された。1995年まではハンデキャップ競争であり 50kg 以下の負担重量で優勝した馬もいた。中央競馬、地方競馬全国指定交流競争に指定された1996年以降、すべて 船橋競馬場ダートコースで試行。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。